13世紀の東アジア諸国と北方諸民族。ジャライルはかつてモンゴル高原をはじめ中央ユーラシアに分布した遊牧民族。古くからモンゴル帝国に仕え、その子孫の一部は14世紀に西アジアでジャライル町を建設した。古くはウイグル帝国に隷属してカラコルム近くにいたが、ウイグル帝国の崩壊後はオノンカハンに移った。 10世紀から11世紀にかけては、キッタン族の寮や女神族の金朝と争い、その攻撃を受けて北方に敗走した。その時、モンゴル部族のメネントドンの牧地を犯し、その妻のモノルギア七人の子らを殺害したため、モンゴル部族の怒りを買い、後に征服された。以降、部族全体が、モンゴル部族に隷属して、不大の霊神部族となり、チンギスカン時代は、 ウリャン海部族などと並んで、モンゴルウルスに隷属する二大部族となった。モンゴル人たちのうちにジャライルという名のドルルキン、出身の者たちがいた。彼らは70よくあり、いくつかの部族は、ケルレン地方に住んでいた。このケルレン地方は、ヒタイ人の地に近かったため、ヒタイ人の軍勢が、ジャライルの地に侵入しようとしていたが、マニケルレン川が流れており、容易に渡れる様子ではなかった。 それを見た、ジャライルの人たちは、非対人が渡れないのをいいことに、彼らをからかって生やし立てた。怒った、非対人たちはその夜のうちにイカダを作り、川を渡って、ジャライル部族の女から子供に至るまで皆殺しにし、財産を奪っていった。ジャライル部族のある一団だけは皆と離れ、敵軍がやってこないような外れに住んでいた。そのうちの七十家族は銃地を離れて逃亡し、 モンゴル部族のコメネントドンの妻モヌルンの領土に移動してきた。しかし、上に耐えかねたジャライルの人たちは、モヌルンの牧地を掘りあさって草の根を食べ始めた。ちょうどそこでは、モヌルンのモロコが乗馬の駆け足の練習をしていたが、モヌルンは自分らの土地が荒らされるのを嫌がり、馬車に乗ってジャライルの人たちを負傷させた。これに対し、ジャライルの人たちは馬群を借り立てて復讐し、 モヌルンのモロコとモヌルンを切り殺した。この時、モンゴル部族で生き残ったのが、焚き火置き場に隠されていた孫のカイルと、向こう用に行っていた第七子のナチンバートルのみであった。止まっていた、ジャライル部族の一団が自分たちのところから逃亡した、七十家族が、モンゴル部族に大変なことをしでかしたことを詫び、その七十家族の家長を皆殺しにして残った家族を、カイル家の家人。 捕虜とした。それ以来その一族は、モンゴル部族の不代家人となり、代々モンゴルに仕えることとなる。ラシードッティーン、修士によると、この部族は十個の士族に分かれ、各士族にはいずれも狩猟がおり、おのん側に爆炎しており、その数は七十クリエインもあったという。ありがとうございます。